韓国航空宇宙産業 KEI はインドネシアと共同で、第 4.5 世代ジェット戦闘機を開発中みたいだね。はっきり言って韓国のものづくりは雑なところがあるから不安は拭えないよね。まあ2国で稼働する分にはいいんじゃないか。海外に輸出するとなれば、娯楽で買えたもんじゃないけどな。安全性は置いておいて、価格に関しては安価だから、購入を検討する国もありそうだけど。まあそうなれば自己責任になってくるよね。今回はそんな韓国が開発中の第 4.5 世代戦闘機 KAIKF21 ポラメにハリボテ疑惑発生したことについて、その真相を解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。開発中の機体名称は KAIKF21 ポラメ、韓国語で若鷹の井。2022年に初飛行を予定しており、2021年に試作1号機の出庫式が、ムンジェイン大統領臨席の下で大々的に取り行われたんだけど、この出庫式後にすぐに工場に戻され、解体されていたとの情報が韓国メディアの中央日報により報じられたよ。これにより、出庫式で公開された機体は外観だけのハリボテで、実は開発は難航しているのではないかという憶測が駆け巡っているな。そもそも、この KF21 ポラメとはどんな戦闘機なの？それを説明する前にまず、技術大国を自認する韓国としては、戦闘機の自国開発は、韓国技術の優位性を示す一つの指標としてとても重要視しているものだよね。これまで、米国ロッキードマーティンの技術的支援を受けて開発した、KAIT50 などの練習機やそれから派生する戦闘攻撃機を開発してきたんだけど、米国からの多くの技術支援を受けての開発であり、あくまで機種も練習機レベルのものだったんだ。そこで、韓国空軍では米国の F-16CD や F-15E など第一線級の戦闘機を多数運用しており、その運用ノウハウの蓄積などから、第 4.5 世代レベルの主力戦闘機開発の機運が高まることになるんだよね。その後、2001年3月に当時の金大中大統領が、韓国空軍士官学校の卒業式で、KFX 現 KF21 開発計画を発表したぜ。ここから、韓国による第 4.5 世代ジェット戦闘機の開発が始まったってわけだな。それじゃあさっきの疑問に戻るけど、第 4.5 世代ジェット戦闘機とは、1970年代に開発された米国製 F-15 イーグルや F-16 ファイティングファルコンに代表される、第4世代ジェット戦闘機を改良発展させた戦闘機で、この第 4.5 世代ジェット戦闘機の条件とされている性能は以下の通りだね。まず、デジタルフライバイワイヤの実装と CCV 設計、次に対空対地対艦攻撃能力を兼ね揃えたマルチロール能力や一定のステルス性能の付与、そして先進的なアビオニクスの装備、最後に空戦時の機動性を向上させる、先進技術の装備カナードや水力変更ノズルなどとなっているよ。なお、ここで挙げた機能の一部は第4世代ジェット戦闘機にも搭載されているものもあり、第 4.5 世代ジェット戦闘機は第4世代ジェット戦闘機と比較して圧倒的な優位性を持つというわけではないんだけど、先進諸国が保有するジェット戦闘機は2000年代までには、おおむね第 4.5 世代ジェット戦闘機を保有するに至っているよ。そして、この第 4.5 世代ジェット戦闘機として世界で初めて実用化されたのは、F-15E ストライクイーグルだな。F-15E は第4世代戦闘機である米空軍 F-15CD イーグル制空戦闘機を、マルチロールファイター化戦闘爆撃機した機体で、第 4.5 世代ジェット戦闘機の一つの指針となっているぜ。KF-21 ポメラの要求性能としては、ラファールやユーロファイタータイフーン以上、F-35 以下程度のステルス性能、KF-16 と比較して戦闘半径が 50% 拡大し、機体寿命の 34% 延長、国産アクティブフェイズドアレイレーダーの搭載、レーダーシステムを含めた高性能なアビオニクス電子戦装置 IRST 及びデータリンクの搭載、5万ポンド程度の水力を有すること、高速迎撃能力、スーパークルーズ能力、超音速巡航能力、マルチロール能力だね。以上のように本格的な第 4.5 世代ジェット戦闘機を初めて開発する韓国としては、かなり意欲的な要求性能となっており、これが実現すれば、世界的にも第5世代ジェット戦闘機を除けば、ジェット戦闘機の中でかなり上位クラスの性能を獲得することになるんだよね。KF-21 ポメラが実用化されれば、ベトナム戦争により活躍しているが、もはや陳腐化してしまっている F-4DE ファントム2や F-16 以前の軽戦闘機である F-5EF タイガー2に代わるものとして期待されるぜ。開発予算として8兆5000億ウォン約8260億円であり、
機体量産費用も含めた総事業費は18兆1000億ウォン、日本円で約1兆7300億円にも上り、巨額の費用が予想されているんだよね。そのため、他国へも KF-21 ポメラの共同開発を打診しており、2010年7月15日にはインドネシアと KF-21 の生産協力に合意しているんだ。韓国ではどうしよう。開発予算の 60% を韓国が負担し、残りの 40% を海外の共同開発国が負担することが予定されていたが、最終的には韓国政府 60%、KAI 20%、インドネシアが 20% という分担となり、韓国側が開発費用の 80% を負担することで合意しているぜ。KF-21 ポメラ開発では、ブロック方式の段階的な能力開発計画が組まれているよ。まず、ブロック1では、2026年までに空対空戦闘能力の獲得が目指されており、この時点では制空戦闘機としての能力に止まるんだ。そして、2028年にブロック2として空対地戦闘能力が付与され、マルチロールファイターとしての性能を獲得する予定となっているよ。その後、2030年代のブロック3以降では、機体内部ウェポンベイへの武器の格納能力の獲得など、第5世代ジェット戦闘機クラスに引き上げる野心的なプランも存在しているよ。インドネシアは、2016年に韓国側へ開発分担金として約13億ドルを支払い、最大48機の KF-21 ポメラを取得して技術移転を受ける予定だったんだ。しかし、インドネシアは韓国側に対して、インドネシア国内での予算的制約を理由に合意した分担金の約 13% である1億9000万ドルしか支払いに応じておらず、2019年7月時点でも2億5000万ドルの不足金があると、韓国防衛事業庁関係者が証言しているよ。これに対してインドネシアは、分担金の支払いを現金ではなく、インドネシアがスペインと共同生産した CM-235 輸送機を別納することで変えたい旨の提案をしていますが、2020年12月にはインドネシアがフランスの第 4.5 世代ジェット戦闘機であるラサールの購入に関心を示しているとも報じられており、インドネシアと韓国が KF-21 開発計画でうまく連携が図れていないことが明らかになっているぜ。2021年4月9日にお披露目された KF-21 ポメラだけど、このお披露目会である国産戦闘機姿勢1号機出庫式に登場した1ヶ月後には、エンジンや外装、ランディングギアまで機体を構成する大部分が分解され、骨組みの状態で工場に鎮座していることが、韓国メディアの中央日報によって報じられているよ。出庫式の時点では偽装色の塗布まで終えていた状態であったので、その時点から完全に解体することは異例であり、これはムン大統領臨席の出庫式に間に合わせるため、組み立てが可能な状態ではない機体を無理やり組み立てて取り繕った、ハリボテだったのではないかとの疑惑が持ち上がったんだよね。これに対し、韓国国会の与党代表ソン・ヨン・ギル議員は一部の保守系メディアが事実に基づいていない報道で、KF-21 ポラメに誤解と混乱をもたらしているとの声明を出して反発しているんだって。また、ソン代表は、KF-21 開発はスケジュール通り順調に進んでいる。日本の右翼やマスコミに KF-21 が軽視される形で拡散されたのは恥ずべきことであり、事実に基づかない内容を報じることで、政府を貶めるべきではないと、強く批判的な保守系メディアを牽制しているぜ。KF-21 ポラメの開発を担っている韓国航空宇宙産業 KAI も機体の解体は、式典後にスケジュール通りに実施した燃料系統の一次試験で必要な工程であり、試験中に各機器からの相互干渉を最小限に止めるためには、このように解体することが必須だと主張しているんだって。今後、燃料系統の一次試験が完了した後は、地上走行や飛行制御システム関連試験、エンジンの稼働試験などを順次実施していくとのことだね。今回のハリボテ疑惑だけど、中央日報が報じた KF-21 の解体に席する記事の内容は、すべて匿名が条件の自称関係者からの証言によるものだったんだ。しかし、この記事に対して他のメディアが、実名による専門家の KF-21 ポメラ解体に対する見解を報じ、その中で燃料系統のテストで機体を解体することに不自然さはないし、主要な装置の取り外しは海外の戦闘機開発でも一般的に行われている旨の証言を行っているよ。これらのことから、今回の KF-21 ポメラの解体が、KF-21 ポメラの技術的欠陥や開発難航などに直結する可能性は高くはないと見られており、朝鮮日報のこの記事に対する信頼性は低下しているんだ。この KF-21 ポメラは、
順調にいけば来年2022年には初飛行が実施される予定で、完成すれば250機以上が生産され配備される見込みだぜ。日本において 第4.5 世代ジェット戦闘機の開発は、1995年に初飛行した F2 戦闘機開発の実績があり、現在は F2 戦闘機及び初期型 F15J の後継機として、第5世代ジェット戦闘機開発計画が策定されているね。この時期戦闘機開発計画では三菱重工が主契約者となり、F22 戦闘機や F35 戦闘機を開発した米国ロッキード・マーティン社と開発提携を行い、2035年までの実戦配備を目指しているんだ。米国との共同開発なんて期待しちゃうよね。韓国も FA21 ポメラの開発が成功すれば、第5世代ジェット戦闘機開発にも名乗りを上げることが予想され、今や軍事技術大国ともなった中国を含め、東アジア地域での戦闘機開発競争はさらに熱が高まりそうだね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。昨今収まるどころか、違法瀬取りを繰り返す北朝鮮に追随する韓国と中国のことは、みんなも知っているよね。それに関してはロシアも関わっている可能性が指摘されてもいるな。要注意国が揃い踏みだね。もう少しおとなしくできないのかな。そうだね。さて今回はそうした瀬取りに関連した各国の欧州実際の瀬取りの事案について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。港湾岸壁や桟橋などに接岸させずに、海上や瀬などで、船舶同士で積み荷を積み替えることを瀬取りと言うんだけど、他国船籍の船舶から自国の船舶に石油や石炭などを移し替えて密輸を繰り返す北朝鮮の船舶が、国連安保理国連安全保障理事会による、北朝鮮の核実験への経済制裁が瀬取りにつながっているんだが、何度決議されようとも、一向に収まる気配が見られないよな。北朝鮮で、核実験や弾道ミサイルの発射実験などが繰り返されていることは国際的にも広く周知されてきているんだけど、初めて核実験を行ったのは、2006年なんだ。これを受けて、国連安保理が動き、これ以上の核実験と弾道ミサイルの開発を行わないようにと同国に求めるとともに、国連憲章第7章に規定する平和に対する脅威として、経済制裁を決議しているよ。制裁に違反した北朝鮮船舶は、資産凍結入港禁止などの対象に指定され、金融製品の運び出しが困難となり、他国の船も、制裁対象の金融製品の同国への運び込みができなくされたんだ。他にも石炭輸出や石油精製品、軍事関連物資などの輸入に上限が付けられるなどの経済制裁が課されたってわけ。これまでに延べ11回の経済制裁決議が採択され、2022年現在に至るまで制裁は強化継続されてきたんだけど、北朝鮮による密輸は横行し、その経済制裁の効果は見られていないんだよね。過去レーダー照射事件の時も、その瀬取りの真っ最中だったと見られており、焦って海上自衛隊 P1 哨戒機に向けたものだとされているぜ。国際社会にとって脅威としか受け取られない破壊行為を問題視した国連安保理だが、その後も、核実験やミサイル開発を継続し、韓国を相手にした、東シナ海や日本海における違法な瀬取りを常態化させ続ける北朝鮮へは、国連加盟国による海上哨戒機や軍事艦艇、警備艇などでの監視活動を強化するに止めているのが現状だな。出没地域である日本海東シナ海では、特に校舎の海域中央部が重点監視対象となっていて、瀬取り銀座などとも呼ばれるほどに瀬取りが頻発している状況下にあるんだ。活動に従事する海上自衛隊海上保安庁が、ほぼ毎日のごとく繰り返される中国海警局艦艇の尖閣諸島進出への対応に追われ、手薄になりがちとなる海域だからだね。2018年1月から5月の間には、20隻以上の北朝鮮船舶によって、計89回以上にわたる瀬取りが確認されているんだ。そんなに多く発生しているの？好き放題やってるね。安保理決議された年50万バレルという上限を超えて、3倍以上の石油を違法に入手したことが発覚しているよ。このため米国は7月に、北朝鮮による密輸の黒幕には中国とロシア企業が絡んでいると国連安保理に報告しているんだ。2018年9月にも、瀬取りにロシア船が関与したと非難していて、米国務省報道官ナウアート氏が米国は、北朝鮮の違法行為に協力した個人、団体、船舶についてはいかなる国籍であっても、制裁を科すことをためらわないとの声明を出しているね。現在、海軍の艦艇や航空機による、北朝鮮の瀬取りへの監視活動に参加している国は、ファイブアイズと呼ばれる、米英豪カナダニュージーランドの5カ国と、日仏間を合わせた8カ国となっていて、
米海軍第7艦隊の機関ブルーリッジには出航調整所 ECC が設置され、各国の軍の艦艇や哨戒機、衛星が集めた情報の共有を行うなど、活動も調整されているんだ。また9月までに、英豪仏カナダが計14隻の艦艇を、豪仏カナダとニュージーランドは計8回の航空機を交代で派遣しており、在日米軍基地を使わない韓国軍では、艦船と航空機を、随時派遣する形をとっているよ。監視活動に専念する艦艇は、台湾海峡を通過して移動することもたびたびあり、この行為は、東シナ海南シナ海においての中国の海洋進出を阻み、牽制することが狙いではないかとして、航行の自由作戦を副次的に実行しているともみなされているようだね。最近では、2021年10月11月上旬に、フランス空軍海上哨戒機ファルコン 20G、カナダ空軍対潜哨戒機海洋監視機 CP-140 オーロラが派遣されていて、2021年11月上旬下旬には、ニュージーランド空軍の P-3K2 オライオン対潜哨戒機が、日本沖縄本島の在日米空軍嘉手納基地に派遣されているんだ。過去にもここを拠点とすべく、オーストラリア空軍、カナダ空軍の哨戒機などが飛来し、海上自衛隊や海上保安庁とも協力して、北朝鮮の瀬取りが疑われる事案の監視活動が実施されているよ。2017年9月、東シナ海の公海上にて、北朝鮮の船舶に4300トンの石油精製品を積み替えるなど、瀬取りへの関与が疑われた韓国船籍タンカーピーパイオニア号は、2018年5月から8月にかけても、台湾の北 300km の東シナ海上に停泊していたことが複数回目撃されており、2017年以降、27回にわたって密輸した石油製品は、計16万トンにも及ぶんだ。これにより国連安保決議に違反船舶入出航法違反したとして、P パイオニア号船長と管理会社は海洋警察に送検されているな。2018年5月3日にも、東シナ海の公海上にて、韓国船籍のタンカーが、北朝鮮船籍タンカーに近づき、横付けしている様子が確認されているよ。韓国政府は否定したんだけど、巷では制裁後も北朝鮮産の石炭が何度も搬入されているところが目撃されていたため、同年7月には、米国が当時韓国大統領だったムンジェイン氏に対して、北朝鮮の石炭を密輸することは制裁決議に反するものとして警告しているね。しかしこの後も、国連決議に違反して、韓国籍の船舶が北朝鮮船舶との瀬取りに関与し続けていることが確認されているぜ。韓国が一番卑怯だよね。アメリカの庇護も受けながら、北朝鮮からも甘い汁をすすってるんだろうから。過去にも、韓国政府は国連安保理からの経済制裁に反して、北朝鮮から石炭船鉄を違法に輸入したことで、韓国籍の3人を摘発しているよ。しかも自主的にではなく、米国からの通報を受けての対応だったようで、こういった韓国政府の動向に、国際的経済制裁を十分に遵守する意思があるかを疑う見方を強める傾向が出てきたってわけ。2019年4月、米ウォールストリートジャーナル紙でも、韓国が国家ぐるみで制裁違反を容認あるいは奨励しているという公的な調査は出ていないものの、同国による実施状況に過失があるのは明らかであり、これにより、国際的な制裁を韓国が十分に遵守していないのではないかという疑いが増していると報じているんだ。2018年5月には、東シナ海の公海上で、北朝鮮船籍タンカーと船籍不明ながら、中国国旗と見られる旗を掲げた小型船舶が横付けしているのを自衛隊機が発見していて、未明に両船舶はライトをつけて、打艦ホースを接続していたみたい。北朝鮮船籍タンカー JISONG6 号は、国連安保理北朝鮮制裁委員会から3月にも資産凍結入港禁止の対象に指定された船舶で、今回も制裁対象の瀬取りが強く疑われたんだ。2019年1月8月にも、国連安保理の経済制裁決議に違反して、契約370万トン推定3億7000万ドルイコール約406億円相当の石炭を、北朝鮮が密輸が繰り返されているよ。国連によると、このうち7割超にあたる約280万トンが、瀬取りの手口で中国船籍に渡り、中国へ運ばれたと見られているね。米国によると、2017年9月の安保理制裁決議可決以降、中国と北朝鮮による海上密輸は30回以上行われた疑いがあるとされていて、韓国の朝鮮日報は、民間企業が制裁を押し切って交易を続けるはずはない。密輸は中国政府の保護のもと、組織的に行われている可能性があると同年末に報じているみたい。米国が報告するだけあって、日米や他国艦艇による東シナ海での瀬取り警戒監視活動に対して、
なぜか各国軍の艦艇に、中国軍艦艇も各々一隻ずつ張り付いて、一定の距離を取って追尾するなどの牽制の動きが常態化しているというよ。別に演習などで公海上で展開している艦艇を加えれば、最大10隻以上もの中国艦が東シナ海を航行し、その動きを強めているというわけ。2013年11月には、防空識別圏中国が一方的に設定の海域で、日米艦などの他国艦艇が入ると、ほぼ同時に、中国艦が現れて追尾してきたというのだから、その徹底ぶりが伺えるよね。こういった牽制の動きは、関わった自国の中国船などに起こりかねない不測の事態に備えてのフォローアップのようでもあるんだが、やはり、日米を中心とした中国包囲網の形成を牽制する思惑が強いとみて、警戒に当たるのが無難だろうな。米国防省の分析では、中国軍の保有艦艇は世界最大の約350隻へと達したとされているから、瀬取監視への牽制も含め、中国軍が士気を高めて活発化しているのは明白だね。ほぼ確定で黒なのに、中国も強気だよね。今年4月下旬から5月下旬にかけては、2018年以降通算7度目となるカナダ軍の航空機が嘉手納基地に、6月下旬には、同じく通算7度目のオーストラリア海軍フリゲート艦パラマッタが佐世保基地に、瀬取警戒監視活動のため飛来しているみたい。今年4月下旬から5月下旬にかけては、2018年以降通算7度目となるカナダ軍の航空機が嘉手納基地に、6月下旬には、同じく通算7度目のオーストラリア海軍フリゲート艦パラマッタが佐世保基地に、瀬取警戒監視活動のため飛来しているみたい。今、日本では空前の韓国ブームが起きているよね。ああ、韓国系ファッションやヘアスタイルがすごい人気を誇っているな。今はとりあえずそのあたりを抑えておけばオシャレになるもんね。K-POP の影響は凄まじいものだよ。個人的に韓国の文化は尊重できるけど、韓国のものづくりに関しては、ね。そうだね。今回は韓国の潜水艦事情をドイツから得た技術とノウハウを含めて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。韓国海軍は現在、最新型潜水艦 KSS-3 として水中排水量3800トンの土産アンチャン補給、通常動力潜水艦の建造を進めていて、ネームシップの土産アンチャン補が2021年8月13日に就役したのに続き2番艦アンム3番艦サルシンチェ補が浸水して偽装中らしいよ。この3隻は KSS-3 計画艦バッチ1と呼ばれて、巡航艦対地ミサイルなどを発射できる VLS ミサイル垂直発射システムが6セル装備されていて、先日土産アンチャン補が海中からのミサイル発射実験に成功したとの報道があったね。また、韓国海軍ではさらに発展させた KSS-3 計画艦バッチ2の設計を進めている上に、バッチ3が原子力潜水艦とする計画があると、韓国メディアが報じるなど潜水艦建造においてかなり鼻息が荒い状況で、日本のインターネット上では休戦中の北朝鮮と陸続きである上に領海面積が狭い韓国に、VLS 搭載潜水艦が必要とは思えず、ましてや原子力潜水艦を保有したところで使い道がないと思われると指摘することが多く、これらの潜水艦の使い道としては、日本を仮想敵国としているとしか考えられないと懸念する声もあるようだぜ。このようにオーバースペックなのではないかと思われる潜水艦の建造と開発を進めている韓国であるんだけど、これまで韓国がドイツの214型のライセンス生産である現在主力潜水艦ソンオニル級の運用状況を振り返ってみると、韓国のお寒い潜水艦事情が垣間見えるんだよね。韓国海軍は1980年代から潜水艦を保有する計画を立て第一段階として KSS-1 計画艦を立案し、ドイツの輸出用通常動力潜水艦209型を導入することになったんだ。ホバルツベルケドイツ造船のキール造船所で1番超歩行を建造する際に、韓国の大宇造船海洋の技術者たちが大津に派遣され、建造技術を学んだ上で2番艦及び3番艦はドイツから艦隊のパーツを送らせて、大宇造船海洋の玉浦造船所で組み立てるノックダウン生産という建造方法をとっており、4番艦以降はライセンス生産によって大宇造船海洋が国内建造を行ったが18隻の建造計画は9隻の収益で終了となり、韓国の潜水艦は時給のソンオニル級に移行したよ。第2段階の KSS-2 計画艦ソンオニル級には再びドイツの輸出用通常動力潜水艦214型が採用されたみたいだぜ。214型ってどんな潜水艦なの？214型は非対機依存推進システム AIP が導入され、
水中排水量は209型の約1300トンから約1900トンに増やされた発展型となっているよ。超歩行級で潜水艦建造のノウハウと技術を取得した大洋造船海洋がバッチ位置の建造を担当するものと思われていたが、なぜか潜水艦建造経験がないヒュンダイ重工業が3隻を建造することとなったんだ。一番艦のソンオニルは2006年6月に浸水したが、偽装中にスクリューからのノイズが大きい欠陥が判明、推進軸を交換するなどした後に2007年12月に就役し、さらに2008年12月に2番艦チョンジ、2009年12月に3番艦安住軍が就役した形になったよ。ところがここで韓国海軍は、潜水艦の建造経験のないヒュンダイ重工業を選んだことの付けを払わされることになるんだよな。まず1番艦ソンオニルは就役後も推進軸からの騒音が収まらず、実戦運用もできずに近海の試験航行が続けられていたが、2011年4月にその改修のためドック入りしたものの、解決することができずに20ヶ月間もそのまま放置されているんだ。1番艦の騒音問題が解決できないまま2番艦チョンジ、3番艦安住軍を就役させたが、2010年にはこの3隻全てが運用停止とされていたとして朝鮮日報などが報じているぜ。ああ、欠陥だらけでお金の無駄だね。その原因として明らかになったのは、甲板と艦橋を接続するボルトが緩んだり折れたりするという由々しき問題で、1番艦ソンオニルで2006年から2009年の間に6回発生、2番艦チョンジでは就役後2年間でやはり6回、3番艦安住軍では3回発生しているらしいよ。潜水艦でそんな問題が起きるなんて怖すぎだよ。当初は韓国で製造されたボルトの強度不足が原因とされて、ドイツの HDW の規格によるボルトに交換したが折れることはなくなったものの緩むことは解決することができなかったらしいよ。そこで HDW の技術者が韓国まで出向いて調べたところ、ボルトだけでなく艦橋と甲板の接続部分そのものの強度が不足していたことがわかり、金属板などで補強を実施して半年かけて解決したのであるが、その根本には韓国製造業への手抜き体質があるとも言われているな。日本がそんないい加減な国じゃなくてほんとよかったよ。自分たちが被害を被るだけならいいけど、他人に迷惑はかけないでほしいよね。結局のところ韓国企業においては、潜水艦に使用される超高強力鋼板を加工する技術力が不足していたことが原因とされ、4番艦2号については潜在潜水艦の建造経験を持つ大洋造船海洋と交互に建造することになったらしいぜ。しかし、これにて一件落着かと思われたソンオニル級通常動力潜水艦であったが、さらに深刻なトラブルが待っていたようだぜ。このソンオニル級通常動力潜水艦には非対機依存推進システム AIP が搭載され、浮上せずに数週間に及ぶ作戦行動が可能とされていたんだけど、搭載されている燃料電池の不具合が発覚して数日程度しか潜航できないことが判明したんだよね。214型の原型でドイツ本国やイタリア海軍が運用している 212A 型通常動力潜水艦でも故障は多く、6隻を保有しているドイツ海軍では2017年に全ての潜水艦が運用不能になるなどしているが、燃料電池の不具合によるとされるトラブルの報告はなく、韓国製の燃料電池不具合によるものである可能性が指摘されていて、就役前の燃料電池の故障が93回、就役後も102回の不具合が発生していたことが明らかになっているよ。三桁越えの不具合なんておかしいでしょ。この他にも4番艦までの全艦の水中騒音が海軍の要求基準値を、40デシベル以上も超過していたことが2015年9月に判明したが、解決のめどが立たないため海軍では5番艦以降では要求性能の中に水中騒音基準を含まないことにして建造を進めているというよ。さらに2021年7月にはこのソンオニル級潜水艦艦名不明が定期点検修理後に基地に移動しようとした際に、原因不明のトラブルにより海上で立ち往生してしまい、民間のタグボートに曳航されて出てきたばかりのドックに戻るという前代未聞の事故が発生しており、韓国製潜水艦の導入を進めているインドネシアなどが購入を躊躇していると言われているぜ。絶対買わない方がいいよ。いくら安くても、安全面でこれだけ問題があるんだから、無駄金になること間違いないんだから。このように、これまでに様々なトラブルを引き起こしている韓国潜水艦と比べると、海上自衛隊潜水艦においては、人為的なミスによる多艦船との接触事故以外に問題が発生したとの報告はなく、その静粛性と相まって世界に誇る優秀な通常動力潜水艦であると言えるよね。韓国海軍ではこの先ドサンアンチャン補給をさらに発展させ、
その上で原子力潜水艦を保有するとしているが、ここまでの潜水艦建造技術を見る限り、ドサンアンチャン補給にも何らかのトラブルが高い確率で起こることが予想され、アメリカも原子力潜水艦の建造を許可することはないだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。